はい、どうも、笹です。今回の内容は動画編集者が編集にかかってる時間をギュッと縮める時短術っていうのをね、撮っていこうかなと思ってます。動画編集キャンプ教務部長の上野雄作君と動画撮っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとですね、動画編集キャンプのアップデートコンテンツとして、この時短系入れようかなと思ってたんですよ。っていうのも、動画編集初心者にとって、一番びっくりポイントが、想像以上に編集に時間がかかると。10分尺の動画編集するのに、初心者だと20時間、30時間かかっちゃうと。どうにかなんねえのかなみたいな。心が折れるポイントも大体そこなんですよね。そうなった時に、こっち側からできることとしては、時短術っていうものをいろいろね、世に溢れてるものから自分たちで開発したりとか、こういう風にやった方が早いとか、そういうものを見つけていったりとか、そういうことをして初心者に対して分かりやすいようにコンテンツに下ろしていく、そういうことをやっていこうかなという風に思ってたんですけれども、今その草案ができたって感じですね。アップデートコンテンツの草案ができたんで、一旦社内でミーティングして、実際どうなんだろうとか、もっとこうできるんじゃないみたいなミーティングを今から公開でやっていこうかなと思います。なので今から流れる動画がよりアップデートされて洗練されたものが動画編集キャンプのアップデートコンテンツとして追加されるみたいな感じなんで、今 YouTube 見てる方にとってはバッキー無料で見れるんでね、そういう感じで日々こういう風に動画編集初心者がよりね、動画編集ライフが良くなるように良くなるように、かなりこの教務部長の上野雄作君頑張ってくれてるんで、そういう姿を見せれたなって思っております。しかもですね、その内容もより現場に即したいなっていう風に思ってて、僕自身ストックさんの動画編集事業部で今もバリバリやっていて、動画の納品本数っていうのは本当に日本トップレベルで多いんで、これは現場でめっちゃ使うからいいねとか、逆にこれその現場で使わないから逆に教えたら混乱しちゃうんじゃないみたいな、そういうフィードバックができるかなと。そういう風な役割分担なんですよね。雄作君はとにかくプレミアプロに詳しくなってオタクになっていくと。僕はそれをクライアントワーク普段やってるんで、現場レベルに修正していくって、こういうバランス感覚で動画編集キャンプの教材を作っているんで、これもかなり編集者にとっては嬉しいことなんじゃないかなと思います。この編集速度問題はかなり根深くて、心が折れる原因になるっていうのが一番問題ポイント。プラスこれ知らないで実際の案件を歯食いしばってやってる人もめっちゃいっぱいいるんですよ。独学の人とか特にそうですね。実は3時間で終わる編集に15時間も20時間もかけて、同じ単価1万円でも時給3000円だったのに、この動画で話すようなことを知らないがために時給500円になっちゃってるみたいな、そういうのも多々あるんですよ。本当にめちゃくちゃいっぱいあります。そういうこと、これから紹介するやつで全部これやってるよって人絶対ないと思います。1個は逃してると思います。この1個を改善するだけで、まず編集速度1時間2時間簡単に短くなるんで、全部漏れなく見てください。ぜひね、この動画を最後まで見て全部押さえて、皆さんの明日からの編集ライフがよりサクサクと進むことを願っております。それでは本編いきましょう。その前にちょっと宣伝入れていきます。1300人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルですね。こちら動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れてみたけどがっちりしたスキルになってないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスです。高価で案件が獲得できるようになっているので、ぜひ概要欄から商品ページをチェックしてみてください。続きまして、全国各地に展開している動画編集キャンプ、土日2日でですね、動画編集スキルを身につけられる超短期のスパルタスクールです。全国の校舎に土日2日間だけ来てくれれば、月曜日から動画編集になれるというオフラインのサービスです。短期間で動画編集スキルを身につけたい方はぜひ検討してみてください。概要欄にあるリンクからね、説明会の情報を受け取ってください。説明会に参加するといろいろな合格特典がもらえます。これだけです。ドドンと。めっちゃ多くない？めっちゃ多いですよね。もう一回出すよ。これだけです。すごいでしょ。これだけの特典がもらえるんでね、ぜひ説明会にだけでも参加していただけたらなっていうふうに思います。そして概要欄から僕の公式 LINE を登録してみてください。稼げる動画編集者と稼げない動画編集者の違い、動画編集のパソコンの選び方、動画編集のソフトの選び方、最初の1円の稼ぎ方、月5万に達する方法、月20万に達する方法、月50万に達する方法、月100万に達する方法を無料でプレゼントしています。つまりですね、動画編集キャンプの説明会募集の LINE1 個と僕の公式 LINE1 個、この2個を登録することによってめちゃくちゃたくさんの特典がもらえます。こんなにです。ドン。この19項目をですね、勉強するだけでめちゃくちゃ有益なんで、とにかくこの2つ一旦登録してください。これ見てる人全員登録してください。登録しない意味がないですからね。無料なんでぜひ登録してみていただければ幸いです。この2つに登録しない人はもう動画編集者としての道を諦めたぐらいの勢いだと思うんで、登録しない人はぜひ今すぐ動画編集者への道を諦めてください。うまくいってる動画編集者はみんな登録してるんで、ぜひ登録してください。それでは本編いきましょう。じゃあ本編いきましょうか。動画編集キャンプとか受けた人、ショートカット基本的なもの皆さん覚えてると思うんですけど、さらにショートカットちょっと使える量を増やして時短していきたいとか言った人向けにいろいろ考えてみたというか、実際に自分もやって使ってるものも結構あるので紹介できたらなと思います。で、1個目がまずワークスペースに関するショートカットです。一応初心者の方もいるので簡単に話しておくと、ワークスペースっていうのは動画編集で編集作業をするときにいわゆる作業場みたいなもので、勉強机とかに自分よく例えたりして、勉強するとき参考書を置いたりとかノートを置いたり教科書を置いたりっていろいろ置くと思うんですけど、それと同じで例えばこの下のところがノートだったりとかして、上が教科書だったりみたいな感じで役割が分担されて、それぞれ場所が分かれてるみたいなイメージですね。例えばエッセンシャルグラフィックスって言うんですけど、テロップの、ね、色とか変えるやつなんですけど、これがここにあるのかここにあるのかとかによって作業のね、生産性変わるんですよね。逆にこういう風にエフェクトコントロールって、まあ、エフェクトをコントロールするやつなんですこういう風にね、ちょっと無茶なこと今やりましたけど、こういう風にやることも可能なんですよ。なんでワークスペースがそもそも今生産性高い位置になってんのみたいなところも意外とポイントだったりとかするんで、皆さん気をつけてください。とりあえずワークスペースが一旦自分なりにこれが一番やりやすいな
なっていう風になっているという、そういう前提で今から話していきます。編集する時っていろいろなワークスペースを行ったり来たりしなきゃいけないんですよね。素材あったものを持ってきたりとか、あとは実際の画面でテロップを打っていって、またこちらの編集する画面に来たりって行ったり来たりすごいするんですけど、それがかなり時間がかかってしまうんですよ。実際に編集する時はキーボードを使ってやると思うんですけど、そこからいちいちマウスに行ってカーソル動かしたりみたいな、その手間をできれば省きたいっていうので、今回使えるショートカットがこのワークスペースのこの一個一個のことをパネルって言うんですけど、このパネルを自由に行き来するショートカットを紹介したいと思います。設定は左上のプレミアプロってところからキーボードショートカットで基本的に全部設定できるんですけど、例えばよく使うパネルが左にあるエフェクトパネルなんですけど、はい、ここに行きたい時にいちいちこうやってエフェクトパネル行って、ここから欲しいエフェクト検索してると時間かかるので、自分はキーボードの1に設定してるんですけど、1を押すと一発でエフェクトパネルを選択することができます。あるあるなんですよ。ワークスペース覚えてなかったりとかするとエフェクトパネル探そうと思ってどこに行ったっけみたいな、あこっちだみたいなこともあるんですよね。なんで見つからないみたいなこともそもそも避けれるし、これを開くのも手の移動時間が少なくなると。だから10分の1ぐらいですよね。マウスでこうやっておいしょってやると多分2秒ぐらいかかると思うんですけど、一番ポチッと押すのは 0.2 秒ぐらいなんで、こういう10分の1の積み上げで編集速度は速くなっていくと。これめっちゃ大事だね。実際にキーボードショートカットの中では、この左下の検索窓で設定したいものを検索できるんですけど、ウィンドウっていう風に検索してもらうと左下にいろいろ出てくるので、その中でエフェクトだったりとかエッセンシャルグラフィックスだったりっていうのが書いてあるんですよね。これを自分が設定したいところにドラッグのドロップしてあげると設定することができます。特におすすめなのが今やったエフェクトパネルとタイムラインパネルって言うんですけど、そのタイムラインパネルの2つは設定しておくといいかなと思います。無限に使うもんね。あと俺よく使うのはエッセンシャルグラフィックスかな、まあ、それもかなり使う。テキスト、エフェクトコントロール、ここら辺はかなり使うんで、編集する種類によったりとか流儀によって使うパネル違うと思うんで、自分がよく使うなと思ってるパネルを登録してみてください。あともう1個だけ、これはなかなか使ってる人いないんですけどめちゃめちゃ便利で、エフェクトパネルを押した後に結局ここで選択したいエフェクト選ばなきゃいけないというか、でカーソル動かして検索窓のところに合わせなきゃいけないって言うんですけど、検索っていうショートカットもあって、自分それ2に設定してるんですけど、2を押すとここでクロスとか打って検索することもできるようになります。検索窓にマウスでこうやらなくていいんだね。そうです。すぐに欲しいエフェクトを出せるので、例えば別のパネルを開いてた時に1、2っていう風に一瞬で検索できるので、めちゃくちゃストレスなくできるかなと思います。エフェクト周りの時短術だと、これはマウス使わなきゃいけないから好みによると思うんだけど、意外とやってないのがこういう風にフォルダ作ること。これね、うざいのがビンっていうんだよね。要はフォルダってことなんですけど、フォルダにしろよってマジで500回ぐらい持ってるんだけど、これでフォルダを作って自分がよく使うエフェクトを入れておけると。エフェクトもね、案件ごとに毎回使うエフェクトは大体固定化するんで、このクライアントの案件はめちゃくちゃクロスディゾルブ使うぞとか、このクライアントの案件はめちゃくちゃイーズイン使うぞとか、まあ、そういうの多いと。なんでこの人の案件用みたいなフォルダを作っておくとめちゃくちゃ便利です。そこ開いておけばね、探す手間がないと。エフェクトね、種類めっちゃ多いから探すの結構大変なんだよね。それこそ検索しないと出てこなかったりとか、検索するときも意外とね、エフェクトの名前ってうろ覚えだったりとかするよね。ディゾルブだっけみたいな、ディゾルブだっけみたいな一個でも間違えると分かんなくなっちゃうし、リミッターとかコンプレッサーとかそこら辺も絶対使うよね。なんでそこら辺を必ず入れておくみたいな風にやっておくとめちゃくちゃ便利です。ワークスペースに関してはこんな感じです、うん。続いてが小技になるんですけど、実際いろいろな素材をこうやって置いてって編集するんですけど、この一個一個の素材のことをクリップっていう風に呼んでいます。そのクリップをパネルの上で動かしたりもできるんですけど、大体それってクリックしながらこうやって動かすみたいな、皆さんやってると思うんですよね。ただそうすると1フレーム1コマ分だけ動かしたいとか思ったりとか、これを1個上の段に動かしたいとかなった時に手間がかかっちゃったりとかするので、それの移動方法についてもいくつか紹介しておきます。まずこのクリップを上のトラックとか下のトラックに移動させる方法なんですけど、それが Mac だったらオプションキー、Windows だったらオルトキーですね、を押しながらカーソルキーの上下を押してもらうことで簡単に上下に行くことができます。これは便利だね。結構さ、やらかしでさ、ドラッグ&ドロップでこうやろうとした時にちょっとだけこっちにずれちゃうみたいな、これをこうやる時にこんぐらいずれちゃってるみたいな、うっかりミスがねやっぱ発生するんですよ。実際書き出したらあらーみたいな、これあれあれのミスで、実際ね上下したい時ってどういう時かっていうと、これ一人で喋ってるやつだからあんま使わないんだけど、この V4 を例えば僕、 V5 をゆうさくんとかにしておくと、後でね何かミスった時とか、何かエフェクト全部に入れたい時とか、テロップのデザインを一括変更したい時とかにめっちゃ楽なんだよね。こうやっていっぱいあるじゃない、 V4 のやつだけ色変更したみたいな、こうやって選べるんだよ、 V4 だけ。だからこういう感じで V4、V5、V6 って全部使い分けするんだけれども、変更する時めっちゃ楽だよねって、そういう話ですね。それと似てるのが、今上下はオプションオルトと上下だったんですけど、1コマ1フレームって言ったりするんですけど、1フレーム分ずれちゃったなって時はコマンドしながら左右してもらうと、 Windows の人はコントロールと左右ですね、1フレームだけずらしたりすることができて微調整ができる感じですね。これ使いどころがさ、 SE の素材、優作の場合クリップの初っ端からちゃんと始まるようになってるんだけど、 SE の元々の素材ってクリップの最初から音が鳴るわけじゃないじゃん。無音の時間が何フレームかあってピコオンだから、このテロップが発生する瞬間に SE のクリップを合わせると SE のが遅かったりとかするんだよね。人によってはこうやって波形を見ながら波形に合わせて調整してるから、そういう場合はコマンドをしながら左右押していくと波形とテロップの発生タイミングみたいなものを揃えるにはかなり便利だね。ついでに言うと、今話した話で SE の素材が基本的に素材そのまま使っていくと頭が無音なんですよ。その無音をカット
ッとした SE を保存しておくとめっちゃ便利です。ゆうさくん、これ保存してんのかな。そうです。これやっとくとクリップの先端だけくっつければいいからめっちゃ楽なんですけど、 SE 素材サイトとかからダウンロードしたままだとクリップの発生からランクウェームか後に SE の音が発生するから、 SE とテロップのタイミング合わせにかなり時間取られるんだよね。それだけでも多分10分尺だったら2時間ぐらい時間取られるから、初心者だと。これが一緒になくなれたら、頭の部分が完全にカットされた SE のフォルダをしっかり皆さん作っておいてください。これかなり時短術になります。クリップに関してもう一個だけお伝えしたいのが、クリップの長さを調整するショートカットなんですけど、ショートカットの名前としては選択した編集点を再生ヘッドまで移動。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、分かりやすく実際やってみると、このクリップの長さをここまで、この再生ヘッド、この青いバーがあるところまで長さを調整したいとします。普通だったらクリップの端っこを持ちながらピーってこうやって持ってって、ここに合わせてみたいな、ピタって合わなかったりとかするんだよね。このマグネットマーク、このマーク取っちゃったりなんかして、そうすると今勝手に自動で再生ヘッドとパチってなるんだけど、マグネットマークがないとね、パチってなんなかったりとかするから、違うトラックに余計な編集点が中途半端とか入ってるとそっちに合っちゃったりとかすることもあるあるなので、再生ヘッドここに合わせたいって時は、これさっき言った選択した編集点を再生ヘッドまで移動したい時は、長さを調整したいクリップの端っこクリックだけしてもらって、そのショートカットをポンと押してもらえればその長さまで調整できます。これ便利だね、だいぶミスもなく。しかも長い素材とかでクリップを長く調整するとすごい重くなるんですよね、処理が。これでやってあげると軽くスッと処理ができるので、そういう意味でもおすすめです。クリップに関してはそんな感じです。続いて音に関する設定についてなんですけど、まずはあるあるなのが案件で、カットした音声の編集点全部にシスフェードとかコンスタントパワーとかを入れてくださいみたいな案件があるんですよ、ね、クリックノイズっていうのがあって、カットした時に音が発生するクリップと音が発生するクリップがぶつかっちゃう時があるんですよね。そうするとプチっていうノイズが発生するんですよ、カットによってね。僕がなんかあーいーうーえーおーって言って、いーうーをカットして、あとえをパチンってくっつけた時にあーえーってなるんですけど、あとえの変換の時にプチって音が鳴るんですよ。これをクリックノイズって言うんですけど、クリックノイズを取り除く方法として自動クリックノイズ除去っていうのをトラック全体にかけるっていうのもある種手なんですけど、聞かない時あるんですよ。その時に実際の案件でよく使うのが、全部の編集点、まあクリップとクリップの間ですね、このクリップとクリップの間に指数フェードっていう、前のクリップの音が小さくなりながら後のクリップの音が大きくなる、このエフェクトを 0.1 秒だけかけるみたいなことが行われるんですね。まあ2フレームだけかけるみたいな、要は BGM とかよくあるじゃないですか、ズンチャッズンチャッズンチャッみたいな感じで、ズンチャッズンチャが小さくなりながら次の曲がバラバラバラバーみたいな感じで大きくなるみたいな、本来それに使うんですけど、指数フェードっていうのは。それをめちゃくちゃ短い時間指数フェードにして全部のクリップの間に入れることによって、疑似的なクリックノイズ除去ができるんですよ。これがね、実際の案件でやれって言われること結構多いんですよね。これが一発でできてしまうと。知ってる人も多いと思うんですけど、知らないととてつもない時間がかかるんで、ね、編集点なんか1個の動画に何百何千ってあるからね。あとは長さだったりも調整を一発でできる方法があるので、それ紹介しておくと、これはプレミアプロの設定ですね。設定のところからタイムラインってところをまず開いてもらって、そうすると上の方にオーディオトランジションのデフォルトディレーションって言葉が出てきます。これが最初は秒とかになってるかもしれないですけど、これを2フレームっていう風に設定してあげてください。これは要するにエフェクトを入れた時にどれぐらい長さしますかっていうのを設定です。2フレームかなり短い時間だねにしてあげて、その後に実際に指数フェードを入れていきたいと思うんですけど、まずはエフェクトパネルの中のオーディオトランジションっていうところを開いてもらって、さらにその中にクロスフェードっていうのが3つあるんで、これがさっきあの青さんが説明してくれた音が小さくなったり大きくするっていうエフェクトなんですけど、多分最初は皆さんコンスタントパワーとかが、名前の左側のマークが青くなってるのがコンスタントパワーだと思うんですけど、青くなってるものがショートカットで挿入できるエフェクトになるので、もし皆さんの最初コンスタントパワーの横がこうやって青くなってたら、指数フェードのところの上で右クリックをして、それをトランジションのデフォルトに設定してあげてほしいですね。それでこれデフォルトにしましたと、そしたらその後タイムラインの音声編集点で、 Mac の人はコマンドシフト D、 Windows の人はコントロールシフト D を押してもらうと、設定したエフェクトを挿入することができます。この手間がショートカットによってできるってことだね。でも全部やんなきゃいけないんでしょ。これが大変なので、今の音声のやつに一撃で入れたいと思うんですけど、一撃で入れる方法は全部のクリップを選択してもらう必要があるので、そのためにはトラックの前方を選択するようにしてあげてください。自分はショートカットの X でやってるので前方選択するようにします。そうするとクリックを押した場所から右側全部選択できるんですけど、この状態だと全てのトラックが選択されちゃうので、シフトを押しながらクリックを押してあげてください。そしたら今回挿入したい A2 のトラックだけ選択できたので、この状態でさっきのコマンドシフト D を押してあげてください。今ちょっと分かりやすいようにこんな感じだね。全体響いて分かるけど、この先が全部 A2は選択されている状態ができていると。この状態でコマンドシフト D もしくはコントロールシフト D を押してもらうと、今ちょっとちっちゃくて見にくいんですけど、拡大していくとこのように全ての編集点に一撃で入れることができます。今のやつ知らない人はどうやるかっていうと、選択ツールでオラーってこうやって頑張って A2 だけ選択するみたいな、ちょっと大きくなっちゃってA2 と今どっちも選択しちゃったみたいなことが起きると。なのでその前方選択ツールとかも正しく使うっていうのは結構大事だねっていう感じですね。こういう風にショートカットを使った方がね、重くなったりしないんですよね。こういうのに結構やっぱ動作取られちゃったりとかして、読み込みとかでそれで重くなっちゃってる人もいる
るんで、ショートカットを使うっていうのはめっちゃ重要ですね。そういう側面でも。続いてはこれもだいぶ知れ渡ってると思うんですけど、 BGM の尺の調整ですかね。これもすごい簡単で、この左側のツールの中に上から3番目のリップルツールってものを長押ししてもらうと、一番下にリミックスツールっていうのが出てくるんですね。これにしてあげると音符みたいなマークのアイコンになるので、これで例えば BGM がこの A さんに入ってるんですけど、 BGM の尺が動画に対してちょっと足りないみたいなことがあるんですよね。この尺を調整したいクリップの端っこクリックしながらピーって引っ張ってあげると、 BGM を解析していい感じでループしてくれるというか、尺に合わせてやってくれるっていう機能ですね。ドレミファソラシドっていう素材があった時に、このツールを使えばずっとドレミファソラシドドレミファソラシドドレミファソラシドってやってくれるわけだね。これね、意外と知らない人多いんですよ。なんでかっていうと、このツール結構最近なんですよ、導入されたのが。3年前とかはこのツールなかったんですよ。その時どうしたかっていうと、 BGM をコピペして横に持ってきてくっつけて、後ろのなんか音が鳴ってない尺のところをカットしてみたいな感じでやってたと。それがめちゃくちゃだるいんですよ。ぶっちゃけ20分の動画の時とかは2分の尺の BGM とかだったら、それを10回やんなきゃいけないんですよ。コピペして調整してコピペして調整してみたいな、音と音のつながりを微妙なところはいいところでちゃんとくっつけてみたいな。これがこのツールによってピッて終わってしまうようになったと。多分知らない人めっちゃ多いです。これすごい便利なんですけど、あまりにも伸ばしすぎると曲によって勝手に分析してやってくれるんで、いまいちなとこがループされたりとかしてるんですよ、意外と。なるほどね、はい、なんで今青さんがおっしゃったように、この機能を使わずに曲をただくっつけただけの方が全体的な仕上がりがいいというか、いう時も全然あります。まあ事故らないよね、絶対チェックはしましょう、この機能使ったら。変なとこでループしてるなみたいな結構あるんですよね。そんな感じです。続いてが細かいテクニックになるんですけど、 BGM の音量を部分的に調整する方法ですね。部分的に BGM の音量調整したい時ってどういう時かっていうと、例えばボケた時とかに BGM 消したいみたいな、多くないですかそういう演出。普通に BGM 流れてるけど、超つまんないこと言ってボケた瞬間滑った感出すために、そこの瞬間だけ BGM 下げるとか、そういうのあるんですよ。そういう時に結構使えるよって話ですね。喋り終わった後にただ曲だけちょっと大きくしたいみたいな時とか、喋ってる時は音を抑えてみたいな微調整したい時とか結構使えるんですけど、実際に見ると A さんに BGM 入ってるんですけど、この真ん中ら辺に白い線があるんですよね。これはラバーバンドって言って音の大きさを表してくれるやつなんですけど、この線の上で Mac の人はコマンド、 Windows のコントロールを押しながらクリックしてあげると、そこにキーフレームっていういわゆる点を打てるんですよ、ね、音を調整できる点を打てて、これを今1個打ったんですけど、横にもう1個打ってあげます。この2個目の打った点をクリックしながら下に下げてあげると、こんな感じで音量をここから下げたりとかすることができるように、うん、これやるときに多くの人はどうやってるかっていうと、編集点入れるんだよね。ここで編集点入れて、これでオラーみたいな、こういうのがまあちょっと楽になるよと。まあ慣れによってはね、今言ったやり方の方が楽な人もいるかもしれないけど、編集点入れる方法も結構あれだと思うんですけど、バーンって音が切れるじゃないですか。だから滑らかにやりたい時とかですかね、自分がよく使うのは4つ編集点打って、間の2つみたいなのをこうやって下げてあげると、この部分だけ少し静かなのにしたりみたいなできたりはします。やろうとするとね、編集点入れてその間にそれこそ指数フェードとかオーディオトランジション系入れなきゃいけなくなっちゃうから、この見次第かもしれないけど、知っておくといざという時使えるかなと思います。あとは SE に関しては言おうと思ったんですけど、さっき青さんが言ってた通りだったんで、このプロジェクトパネル内で SE の長さとかは事前に調整ができるというので、 SE の長さ調節だけちょっと簡単に説明しておくと、例えば調整したいなと思ったものをダブルクリックしてもらうと、ソースパネルっていうのが横に開くんですよね。今これは調整してない状態なんですけど、これ実は最初ちょっと鳴ってないですよね、波形がない部分があるんで。これをカットしたいなと思ったら、ここに再生ヘッドを合わせてあげて、インをマークっていうボタンが下にあるので、それを押してあげます。そうするとインをマークしたところから左は音が鳴らないという設定にできます。こうしてあげると、次から SE をタイムラインに挿入した時にここからちゃんと鳴るようになってくれるって感じですね。これを全部やったプロジェクトファイルを1個持っとくか、そもそも俺的にはカットしたやつを書き出してそのファイルを持ってるようにする。パソコンにある音声素材からすでにもうカットされてるやつしかないみたいな、どっちからね、好みかもしれないですね。混乱しない方で言ったら書き出しちゃった方がいいかなと思います。人生で1回だけやっちゃえばね、その作業いらなくなるから。音に関してはこんな感じです。続いてがテロップの作成についてで、これ一番時間かかるところなんですけど、実際にやってみますと、皆さんテロップ打つときってプログラムパネルをこうやってクリックして、ここで動画編集みたいな感じで打ってると思うんですけど、打った後にまたタイムラインパネルの方にこのカーソル戻して、次打ちたいときはまたこっち行ってみたいな往復がすごい発生するんですよね。これがすごい手間なので、一番手間がかからないスマートな方法としては、この動画編集とかいう風に打つとするじゃないですか。打った後に左上のエスケープキーを一回押してあげてください。そうするとその後ショートカットの再生とか停止とかができるようになるんですよね。カットもできます、もちろん。これをやらないと再生しようと思った時にスペースキー打たれちゃってるとかよくあるんですよね。めちゃくちゃわかるよ。再生ヘッドパーンって言ったらスペースできて、うわー違うよみたいな、マウスでここら辺空白のところを押して再生みたいな、あるあるだね。なんでそのまま今言ったエスケープキーを押してもらうと再生できるので、それでカーソルキーですよね、十字のキーの上下のボタンを押すと前の編集点とかに戻れるので、確認もしやすいんですよね。エスケープ意外と知らない人多いんだよね。知ってる人からしてみたら当たり前だろって話なんだけど、よく使う空白をクリックして何もない状態みたいな、これをね手でやってる人めっちゃいっぱいいると思う。それで変なこと選択しちゃってるみたいな。
これがそもそもエスケープキーでいいですよという話だね。テロップ入れるとき以外も全部そうかもね。何も選択してない状態にしたいみたいなとき、ついついここら辺クリックするよね。かなりエスケープキーは便利かなと思います。自分が実際に編集するときとかは、だいたい動画の編集点に合わせてテロップもカットすると思うんですけど、編集点打って1フレーム左に戻っとくんですよね。そうするとこっち選択したときも右側のクリップが選択されないんですよね。よくあるのがカットしてこっちの左側のクリップやろうと思ってダブルクリックすると右側が選択されてるみたいなのもよくあるんで、動画編集頑張りますってしようと思って左側だと思って動画編集って言って右側だと思って頑張りますって言うとしたら、右側がそもそも動画編集で入力されて動画編集になってるみたいな、そういうミスだね。クソあるあるだよ。んで自分は編集点カットしたら1フレーム右に戻ってあげて、カーソルはもともとここにテロップの上に置いておくんですけど、ダブルクリックで動画編集とか打ってあげたらエスケープでちょっと前に戻って再生してあげると、では問題ないなってなったら次のクリップに再生ヘッド行ったところでまたダブルクリックしてあげて頑張りますでエスケープキーでまた再生するみたいな、やるのが今のところ最速かなと思います。話がそれちゃうんだけど、たまに重くて心の入力が全然進まない時あるんだよね。そういう人は実はですね、パソコンスペックが一緒でも固まりづらい方法があって、もちろんねキャッシュ削除とかそういうのあるんだけど、そもそもここに今ないけどワークスペースにテキストってパネルを置いとくと、テキストパネル内で文字を打ち替えるのはめちゃくちゃサクサク進むんですよ。動画の中で文字打ち替えるとめちゃくちゃ重いんですよ。なんであんまりスペック高くないパソコンとか使ってる人で文字打つ時にパソコンがもたつくなって人は、文字を入力するのはプログラムモニター内ではなくてテキストパネル内で文字を打ったりとかするとめっちゃサクサク進みます。豆知識でした。あとプレミアのショートカットとかとちょっと違う話になっちゃうんだけど、例えばさ、こういう風に基礎テロップがずっと V4 にあるじゃん。で、例えばこのパソコンの購入を考えてる人はぜひ一度見てみてくださいみたいな、こういうのだけこうやって V5 に置いとくのよ。後で演出入れようと思ってるやつを全部テロップ入れが終わった時にそこそこうやって V5 のやつだけを全選択してエフェクトをドラッグアンドロップすると V5 のだけ後でできるみたいなあるから、ショートカットはまた別の話になっちゃうんだけど、演出するやつをちゃんと別のトラックに置いといて最後にテキストスタイルを一括で変更するみたいな、この思考の仕方はめちゃくちゃ案件で使うからやった方がいいと思うって感じかな。あと2つだけ簡単になんですけど、1個が SE の挿入方法で、これもすごく簡単で多くの人が安いドラッグアンドドロップでこうやって入れてると思うんですけど、上書きっていうショートカットを設定すると再生ヘッドにですね合わせて、例えばこの鈴を鳴らすってやつを挿入したいとなったら、上書きのショートカット自分は B に設定してるんですけど、ポンと押すと挿入できるっていうショートカットになります。これめちゃくちゃ速くなるんですけど、1点だけ注意点があって、左側にですねどこに挿入するかを決めるターゲットみたいな A1 って書いてあるのがあるので、これを挿入したいトラックに合わせて置いてあげてください。これがうっかりねこことかになってると B を押すと声が上書きされてしまうと、だからちゃんと SE のトラックに選択しておいてねってことだね。もう一個が画角を変化させる、アップさせたりとかってよくやるじゃないですか。あれを楽にやる方法なんですけど、エフェクトプリセット作ったりとかいろいろ方法あると思うんですけど、自分がこれいいなと思ってるのが、画角をアップさせたいクリップだけ色とか変えておくんですよね。例えば再生しながら一回変えておいて、それを後でですね1個目のクリップだけでいいので、とりあえずその画角を変化させます、分かりやすいようにアップさせておいて、その後この1個目のクリップの上で右クリックを押してもらって、下の方行くとラベルっていうのがあるんですけど、この横にラベルグループを選択っていうボタンがあるんです。これクリックするとその色のクリップを全部選択してくれるんですよね。ってやると手順1個だけ忘れちゃったんですけど、1個目のエフェクトコントロールのモーションで調整したものだけをコピーをしておいてあげてください。それでさっきやったみたいに右クリックしてラベルからラベルグループ選択ってやってあげると、これ全部選択できるので、コマンド V を押すとコピーしたモーションがペースされるってことね。だからエフェクトプリセットにしてて選択してドラッグアンドドロップでもいいかもね。そうです、まあ、いろんな方法があるね。確かにこのラベルをつけて全選択って発想はテロップでも生きるね。演出入れたいやつをラベルで色変えといてとか、はい、A さんの方をラベルやっといてとかやっておくといいかもね。常に素材動画でもテロップでもラベルとかでグループ分けっていうか整理整頓しとくっていう考えめっちゃいいね。ラベルとかトラックとかで整理整頓しておくと、整理整頓ごとに全選択が今のような形でできるから、後から調整がめちゃくちゃいいよね。これで本当に5時間ぐらい編集時間短くなるんじゃない、初心者にとっては素晴らしいです。まあ今言ったようなこともあるし、まだまだ改善余地あるよねとか、要は本質的には同じだからこれも全部一緒に教えた方がいいよねみたいな、そういう話とかもいろいろあるから、またちょっと作戦会議してミーティングしてよりいいものにして生徒に届けましょう。というわけで今回の動画はこんな感じで以上です。皆さんもですね無料でこれ見れましたから、本当は動画編集キャンプの生徒にしか見せないですからね。お金を払ってくれた人にしか見せないところ、この作戦会議の様子は YouTube にアップしたんで、今回の動画見てねこれやってなかったなみたいなやつ全部あると思うんで、自分これやってなかったみたいな、逆にこれやってたみたいなことをコメント欄でバシバシ書いてくれると、ゆうさくんが鼻ひくひくしながら喜びます。というわけで今回の動画以上なんですけど、この動画見てね、動画編集キャンプいいんじゃね、動画編集キャンプやばいかもみたいな、独学で教わることとやっぱ全然違うかもって思った方は、ぜひ概要欄から説明会に来てください。説明会に参加するだけでこんだけの得点もらえます。そうでしょ。説明会に来て動画編集キャンプどうかなっていう風に考えてもらって、その後入っても入んなくてもいいんで、この動画見てちょっとでも感動した人は、ちょっとでも知らなかったことがあった人は、全員動画編集キャンプの説明会を申し込んでいただけたらなと思います。他にもいろいろ宣伝していくことあるんで、今から宣伝動画を流します。宣伝動画の中で3つやるべきことがあるっていう風に言います。その3つのやるべきことをやってからこの動画を通してください。この動画見て勉強になったでしょ。知らなきゃいけないことたくさんあるんですよ。今から話す3つのやるべきことをやったら、知らなきゃいけないのに知らなかったことが1つでも減っていくんで、この3つのやるべきことを必ずやってからね、この動画を通してください。いいですか？言いましたからね。それでは宣伝どうぞ。この動画を見てね、動画編集に興味を持った皆さんはですね、概要欄から僕の公式 LINE を登録してみてください。稼げる動画編集者と稼げない動画編集者の違い、動画編集のパソコンの選び方、動画編集のソフトの選び方、最初の1年の稼げ方、月5万に達する方、月20万に達する、月50万に達する、月100万に達する方法を無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。なんと無料
なんですよ。なんで無料なのに皆さん取りに行かないのって思っちゃうぐらい本当にめちゃくちゃいい情報を発信してるんで、ぜひ皆さん受け取ってください。無料な情報を受け取らない人って本当に何なんですかね、なんでって思うんで、皆さんぜひ登録してみてください。登録したらですね、毎日毎日その後もプレゼントだけじゃなくてメルマガが届くんで、毎日読むようにしてみていただければ幸いです。でもう一個ね、公式 LINE があります。それが動画編集キャンプの公式 LINE です。こちらはですね、説明会を毎月やってます。動画編集キャンプは何かっていうと、土日2日で動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールなんですね。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば、月曜日から現場レベルの編集者になれるというオフラインのサービスです。短期間で動画編集スキルを身につけた方はぜひ検討してみてください。概要欄にあるねリンクから説明会の情報を受け取ってください。これが2つ目の公式 LINE、 青括弧動画編集キャンプ主催の LINE ですね。青の公式 LINE と動画編集キャンプ主催の公式 LINE、 この2つを登録するとなんとこんだけのものがもらえます。ドドンと、すごくない？2つも登録してない皆さん、2つも登録するのが大事。青の公式 LINE は毎日毎日有益な情報が発信されるよと、動画編集キャンプの LINE は動画編集キャンプの説明会の案内が受け取れるよっていう感じなんで、そういう感じで使い分けてもらえると幸いです。あとですね、もう1300人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルというサービスがあります。こちらはですね、動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになっていないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスです。ちょっと動画編集触ったことあるかなって人が8案件を獲得するまで10日でいけるよと、僕らの指示に全部従ってくれれば10日後に現場レベルの動画編集スキルに切り替わって営業方法が分かってしまう、だから案件が取れてしまうと、そういったサービスになっております。こちらもめちゃくちゃ好評なんで、ぜひ概要欄から販売ページ申し込みページをチェックしてみてください。だから皆さんチェックすべきは青の公式 LINE、 動画編集主催の LINE、 こちら2つを登録した上で案件獲得スクールのページを見てみると、俺どれが合うのかなというふうに見ていただいて、どれか申し込んでいただけたら幸いです。というわけで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタンよろしくお願いします。勉強になったなとか、これどうなのっていうふうに疑問に思ったことはぜひコメント欄にアウトプットしてください。めちゃくちゃ嬉しいです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。